の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。探そうぜ。で考えてなかった。あ、そうだった。
にそれは使える。さあ奇襲機で上に行く道がないか探そうぜ。止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。いや待った、まさか玉子をわざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。うわ怒ったぞ。そこの兵士、おとり捜査反対、卑怯だぞ。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。誰が不審者だ。ん？軍玉閣？君たち
何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは？奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほう、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、全く思いつかなかった。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて七世にとっては不思議な話よ。ひひん、それはな。ユーヘン様は天珠園様がオイラたちを招待した理由を知ってるか？国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に仙人の味方にならずにね。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら？うえ、君たちは凡人。彼らの守る対象だから彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと？彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七世にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないは、あくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。とにかく、今回彼らの行動は、十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は、尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の仙人を招集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの？うわぁ。まあ、話は以上よ。ここま、さあ、軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人は、たくさんいるんだから。リーユエの富豪たちにとって、軍玉閣に登ることは、最高の栄誉よ。なんたって、メリットしかないもの。メリット？でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユエの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って、月海邸で案内人を探せばね。それから、では、また会いましょう、旅人。
うん、あの幽閉は仙人を敬わないけど、あっさりした人だな。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ない。でもピキーって感じでやればいいぞ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞー。